ここからの戦いは準優勝戦です。まずは一つ目第10レース市二さん456枠なりに並んでいます。対戦メンバーは1号艇静岡の池田博美、2号艇長崎の石橋道友、3号艇佐賀の北川大地、4号艇岡山の細川明人、5号艇徳島の浅田千秋、6号艇福岡の国崎義晴です。1号艇池田博美です。気力頂上オール2連隊、迫力のターンを披露しています。1号艇池田博美が引戦です。2コースが2号艇石橋道友、統治連覇がかかる2号艇の石橋、今日の前半2勝目をゲットしています。3コースは3号艇北川大地、唐津のフレッシュルーキー力走光ります。4コースは4号艇細川明人、候補に引っ張る角戦です。5コース5号艇浅田千秋、3年4ヶ月ぶりの足安い面、大敗なくしっかりとまとめています。6コース地元6号艇国崎義晴、さあ地元戦ファイナルに狙っていきます。台形は3対3、準優勝戦第10レースインから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。準優勝戦第10レース1号艇さあ、そして角から4号艇の細川が仕掛けていく、まくる4号艇の細川明人、インから1号艇の池田博美応戦する、さす3号艇、さらには6号艇2号艇向正面です。1号艇池田と4号艇の細川が並んでいます。スタートは前提正常でした。1号艇4号艇が並走、そのすぐ後ろから6号艇、さらには3番2番も追走。2マークは1号艇池田の外、握って攻める4号艇の細川明人、懐6号艇全速ターン決まりました。4号艇細川が前に出ました。先頭4号艇細川です。その後ろ2番手が接戦、6号艇2号艇が並んで、その後ろに3号艇と1号艇が追走です。1幕2番手6号艇の国崎の内側から3号艇が攻める、さす2号艇の石橋、2番手接戦は6号艇国崎、そして粘る3号艇の北川大地、さらには2号艇の石橋が僅差で追走。おっと、3号艇アクシデント発生となってしまいました。なお2マークの旋回です。先頭は4号艇細川です。続いて2号艇の石橋が先取って、刺した6号艇国崎義晴、2番手は6号艇国崎義晴です。3番手が2号艇石橋道友、後続は1号艇5号艇です。なおバック側では3号艇の北川太一、落水のため失格、3番は落水失格となっています。バック側に入りました。先頭から4番6番2番の体型です。その後ろは1号艇5号艇の順です。4623連単のオッズは 660.7 倍を指しています。最終ターンマークトップで戻ってきます。4号艇は細川明人、2番手6号艇国崎義晴、3番手2号艇石橋道友、まもなくゴールです。4番ゴールイン、6番ゴールイン、2番ゴールイン、1番ゴールイン、5番ゴールイン、なお3番は落水のため失格となりました。